んにちは、花島咲役の佐藤さとみです。私がフルーツバスケットの中で気になるキャラクター、好きなキャラクターということなんですけれども、もちろん本田トオルくんです。花島咲役ということもあるんですけれども、うおちゃん、花ちゃん、トオルくんの無敵の友情のこの3人組がとっても好きで、本当に魅力的なキャラクターがたくさんいて、あの子もいいな、この子もいいな、この子も好きだなっていうのがあるんですけど、もう私の中の花ちゃんはもうトオルくん以外の誰を選べというの分からないわ、トオルくん一択よっていうのを語りかけてきてくれたので、私の中ではやっぱりトオルくんはそのシリーズを通してどん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 特別で愛しい存在になっていったので、もちろん花ちゃんが自分がやってる役としてはもちろん大切なんですけれども、それ以外のキャラクターでっていうとやっぱりトオルくんかなと思います。ということでですね、ついにフルーツバスケットは最終章ザ・ファイナルへと突入するわけなんですけれども、いやー本当にもうなんかハラハラの展開で、これからどうなるのかな、どんなお話になっていくのかなっていうのを、原作をご覧の方もご存知だと思うんですけれども、またアニメではちょっと原作とは一味違うテイストだったりとか、アニメならではの楽しみ方、見せ方っていうものがあると思いますので、フルーツバスケットザ・ファイナル最後までぜひ見守っていただいて、そして心地よい電波を感じていただければ嬉しいなと思います。ということで、花島咲役の佐藤さとみでした。ありがとうございました。